今日のいたずらは、これは藤田君の筆箱なんですけども、彼の愛用している消しゴムを抜いて、この消しゴムの代わりにこちらカブトムシの幼虫を入れたいと思います。おお、すげえな、これ気持ち悪いな。ああ、気持ち悪い。これが完成です。さあ、こいつをね、この中に忍ばせます。めちゃくちゃ嫌いだよ、これ。